いやー、皆さん、ザ・ロング・ダーク・ウィンターズ・エンブレイス、プレイ動画へようこそ、やろう。やっていきましょう。続きやっていきたいと思います。今日はね、実績解除のために、ケチャップチップスと、メープルシロップを見つけに行きましょう。これ今何日目だろうね。25日生き延びればいいんだよね。今9日ですね。余裕ですよ。25日生き延びるは多分余裕ですね。ちょっとね、遊び足りないぐらいだよね、25日って。もうこんだけ余裕だと。一応書いとくか。まだ回る場所あっけど。ちょっと見づらくね？まあいいや、見づらくても。で、こっから謎の湖で回ってない場所まだあるんだけど、まあ、狼いんだよな、大体。いないな。こんだけ体あったかくしても一瞬で体温下がるな。今何度？マイナス24度。これもう、こんだけ寒かったらコート着ている意味なくね。あ、死体があった。いいの持ってんな。釣り道具は包帯セットの代わりになるし、釣りもできるんだよね。あ、万能アイテムですよ。狼いなかったかな、本当に。橋の下に死体なかったかな。まあ、ないならないでいいんだけどね。ないな。で、これから干ばつ地の近くのシェルター回って、で、そっから、キャンプオフィスじゃないや、狩猟小屋に帰ろうかな。ヘラジカ倒した近くの小屋。で、ミリタリーコート置いてって、で、腐りかけてるであろう。ヘラジカの肉。そういえば俺ヘラジカの肉まで焼いてないよね。あれ焼かないとな。置きっぱだよね、外に。まあ、無理して食べる必要ないんだけどね。あ、狼2匹いますね。ああ、俺がこれから帰ろうとしている道にも狼がいますね。回るのやめよう。回るのやめましょう。予定変更ですね。こうなっちゃうと、これ別の場所行くしかないから、あ、そうだ、ここに死体もあるんだ、思い出した。あとは、あ、ナイフがある。そこら中にナイフあるな、もういいや。あとは干ばつ地ぐらいしか回る場所ないんだよな。この謎の湖エリアは。違うポイントに行きたいね。違うマップに。やっぱ三冠の町かな。三冠の町行きましょう。こっから謎の湖行って、キャンプオフィスでミリタリーコートとか、持ちすぎたマッチとかフレアとか全部置いてから、狩猟小屋の近くにある洞窟の中通ってね、今から山間の町に行きましょう。山間の町は、行けば多分ケチャップチップスとメープルシロップ溜まると思う。それぐらいたくさんアイテムがいっぱいあるからね。
でもこの辺りからライフル持っとこう。多分いますよ。いっけど、ウサギがいるから逃げられるんだろうけど。びっくりした。狼早めにね、駆除しといた方が探索しやすいってのもあって、まあ、ライフルの弾も難易度ノーマルだと、まあ、ガンガン手に入るだろうから、どんどん使っちゃいましょう。ライフルの弾もね、取っとくと重いからね。こうやって改めてね、久しぶりにザロングダークやると、やっぱりこの歩く効果音とか、風の音とかね、すごい心地いいよね。眠くなるよね。今現在僕ね、朝4時4分にザロングダークやってるんですよね。起きたばっかなんですけど、このゲームやると大体眠くなるんですよ。サバイバルゲームなんだけど、あんまり緊張感がないから。ただただね、美しい世界を冒険している感じだからね、すごく眠くなるんですよ。ただ、不思議とね、このゲームずっとやっちゃうんだよ。もう3、400時間くらいやってるから。で、イベントが何か追加されるたびにやってるんですけどね。それでも飽きないんですよ。不思議なゲームですよね。あんまりないよ、こんなに。やってもやっても飽きないゲームは。帰ってきましたね。で、こっからまっすぐね、キャンプオフィスに帰れればいいんだけど、狼がたまにいるから、いないみたいだね、今回は。で、このまままっすぐ、狩猟小屋、キャンプオフィスから狩猟小屋行ってもいいんだけど、めちゃくちゃ寒いから、低体温症のリスクを、ゼロにしてからまた冒険に行きたいな。何かアクシデントがあって、狩猟小屋に到達することができないみたいなことがあるかもしれないからね。だからちょっと寝るかな。2時間ぐらい。いや、本当に遠征するんだったらライフルも置いていきたいんだよね。ライフルね、重いんだよ。4キロですからね。めちゃくちゃ重いんだよ。まあ、ここまで来れば大丈夫か。じゃあ荷物整理しましょう。まずミリタリーコートしまおうかな。着てない服でミリタリーコートですね。あとは、このくたびれたフード付きジャケットかな。で、何個も持ってるようなアイテムとか、もういらないから。まあ、布は持っといてもいいかもね。防災セットもこんなにいらないし、釣り道具もこんなにいらないし、銃のクリーニングキットもあっても一個かな。まあ、フレアもあっても一つですね。スキルブックはいずれ読むけど、今ではない。今は読みたくない。めんどくさいからね。しまっちゃおう。スキルブックしまうだけでもだいぶ軽くなるよ。で、マッチも重いから、こんなに使い切んないから。
どんどん閉まっていきましょう。一つあればいいかな。で、樋口8個あるから、他の樋口の原料もいらないし、しまいましょう。新聞重くね。こんなもんかな。だいぶ軽くなったね。ちょこっと飯食いましょう。だいぶ前に調理した肉、今どんな感じなんだろう。腐りかけてますね。腐りかけの鹿肉で状態 88% って。全然腐りかけてないじゃん。このあたりの肉をね、適当に食べて、水は持ってってもいいかもしんないな。飯はいいんだけど。こんだけあればいいか。じゃあ行きましょう。そうだ、寝るの忘れてた。で、調理鍋持ってってもいいんだけど、向こうで手に入るかもしれないし、一つ持ってくか。あ、いいや。ピナクルピーチカあるから、道中で食べて、一つ、缶ができるから、それでお湯沸かせばね、緊急事態に喉が渇いた時に、お湯沸かせるね。で、このまま、キャンプオフィスを目指していきます。あ、キャンプオフィスじゃない。狩猟小屋を目指していきます。で、そっから山間の町に行きましょう。狼いるから、定期的にね、足止めて、音聞きます。このゲーム本当は音があるんだけど、僕雰囲気重視なんで、音楽消したんですよ。このゲーム多分音楽ない方がいいよ。音楽もいいんですけどね。このゲームのスタジオは音楽もかなり、あ、いたな、やっぱり。一匹だよね。まあ、後でね。後で解体しよう。まあ、今はいいや。狼は、まあ、肉はね、前も言ったけど、あんまり食べたくないから、寄生虫のリスクあるし。狼の皮乾燥させると、ああ、どうしようかな。これから、山間の町で長期滞在やるから、今解体して乾燥しとけば、また謎の湖に帰ってきた時に、内臓と、この狼の皮、これも多分乾燥しきってるだろうから解体しとくか。時間かかっちゃったな。今日そんな寒くなくね。今何度？気温マイナス18度ですね。っていうことは普通だったらマイナス8度だったんだね。で、このウィンターズエンブレースでマイナス10度されてるからちょっと寒いみたいな感じかな。本当だったらミリタリーコートとフィッシャーマンズセーター2つと旅行者用のダウンジャケットとあとズボン2枚履いて、本当だったらもう外歩いても体温上がってくんだけど、このイベントのせいでちょっと厳しい感じかな。この辺りに置いとくか。新鮮な皮 42%。 あ、これ保存処理終わってますね。保存処理した鹿の皮、鹿の皮4枚ぐらい乾燥終われば、靴とかズボンとか作れますからね。まあ、今のところ作るものって言ったらやっぱ靴かな。今強い靴がないからね。ズボンはありますからね。
看護パンツがね。で、どうせ間伐地のまだ回ってない、あの小屋の中に、作業用ズボンあるから。で、あれがあれば、もう、あの鹿革のズボン作らなくてよくねって思うんですよ。鹿革のズボン2枚履くと4キロだからな、重いんだよね。重いとマジで何も持てなくなるから。やっぱりね、重量をね、軽くして軽さ重視でいきたいよね。で、こっからまっすぐキャンプオフィスまで行きましょう。あとライフルの弾は、7個かな。7発しかないんで、撃ちたくねえなー。だからこれ一直線で行くと大体狼いるからな。まあ早いんだけどこっちの方が。ここ確か狼の通り道なんだよね。だから来るとしたら俺が今から行きたい方向に狼います。これ左にも右にもいるからな、ここ。いるときは。あ、いないかもしんない。いないね。足音が聞こえませんね。ここ結構危険なポイントなんで早く立ち去りましょう。で、この山をね、今から登ります。ただ、プレイヤーの足腰は80歳のおばちゃんと同じぐらいだから、登ってる最中に捻挫とかするから、これ鎮痛剤持ってたっけ？持ってるわ。Can't feel my hands. この程度で捻挫するって、なぜか手が捻挫しました。ライフル持ってたからかな。ライフル持ってなければ、あの痛みはなかったのかもしれない。痛みと捻挫は不思議だよね。なんで手捻挫するんでしょうね。ま、捻挫は手から来るみたいですね、毎回。鎮痛剤こんなにたくさん飲んだら何かしらの副作用出そうで怖いよね。ここね、熊の洞窟があるんですよ。で、ここの熊は巡回するから、いろんなとこ回ってくんだよね。ああ、まだ熊は出てきてないや。熊の骨がないから。まあ、出てきてたら、かなり厄介なんだよ。そういえば、マックス最後の抵抗はまだ回ってないな。狼がいて回れなかったんだ。そうだ、思い出したわ。今はいないっぽいね。何かいいアイテム持ってるかな？ない。怖いな。行くかもしんないな。いないかな。いねえわ。そういえば初日の方に解体した肉俺まだ焼いてないから腐っちゃったかな。解体損だよね。そしたら焼いてから移動しようかな。今日一泊して疲れてるし。これ全部鹿ですね。ヘラジカは、
アヘラジカの肉はまだ外に落っこってる。1マップに最低ヘラジカ2匹だっけ ?1 匹だっけ ?2 匹ぐらいいるんだっけな。ヘラジカのカバンがね、かなり強いから、あれでプラス5キロできるから、で、だいぶ時間経ったからもう乾燥終わったかな。乾燥終わってたら、俺もう加工したいな。あ、38% だ。全然ダメですね。どうすっかな。まあ、行くのは明日にしようかな。今日は肉の解体と、あとは、焼肉かな。焼肉やりましょう。で、焼肉やるのに必要な燃料がね、もう簡単に手に入れる場所っつったら、あの倒木ですね。あの倒木叩き折れば、あの薪が手に入るんですよ。大量の。3、4時間分ぐらいは、その薪だけで、持つから、低体温症のリスクの心配あるけど、今から叩き割ります。1時間だったら大丈夫でしょう。もみの薪4つですね。ちょっと明るいんだけど、今から焼肉パーティーやっちゃいましょう。あ、焼肉パーティーやる前に袋の中に入ってる鹿の肉の塊を解体しないと。だから時間的にはちょうどいいか。あれ、俺ここで水作ったっけ？水沸かした記憶ないな。あ、水作ってないわ。マジかよ。じゃあ水も沸かさないとね。解体ですね。Starting to weigh me down. 状態50何パーだっけ ?4 か。まあちょうどいいかな。53%。これ全部焼いちゃおう、今日は。今日焼いて、寝て、明日、山間の町に行きましょう。こうやって解体すると多分、ナイフのスキルポイント、あ、増えないんだ。これでかい塊だな。ヘラジカか。4.5 キロ。食い切れないわ。焼いちゃいましょう。ファイヤースチールでも何でも使っていきましょう。マジかよ。これモミの薪だから失敗するのかもしんない。もしかしたら、枝とか本みたいな小さいものの方が燃えやすいのかもしれません。詳しくは知らないけど。もう一回やりましょう。で、マッチよりもファイヤースチールの方が確かね、燃えやすかったと思うんだよね。この影独特じゃね、この左の方の影。でも自然とこれ、この
光の効果結構自然に見えるよね。で全部肉焼いちゃいましょう。これどれぐらい時間かかるんだろうね。7時間かかるか、かからんか。で1時間時間があるからやることねえな。飛ばすか。肉が焼けました。もう全部焼いていきましょう。で水飲むかな。これあと何回繰り返すんだろう。1,2,3,4,5,6,7,8 あと4回繰り返すんですね。あと4時間ぐらいか。ちょうどいいね。4時間経ったら眠くなる頃でしょう。水は1回ぐらいだったら沸かせそうですね。でこれも焼いちゃって、ヘラジカの肉焼くのに時間かかんな。これベンチ解体するか。使わないしね。で時間潰して、ひたすら焼肉続けます。疲れてきましたね。あ、腹も減ってきたな。あとどれくらい？結構あんな。あと4つだ。あと2回だ。ちょこっと食いましょう。まずジュースか。喉乾いてるから。でその後にビーフジャーキーですね。でまた焼肉返しと。回収した木材全部入れちゃいましょう。お湯を沸かすのに使いますから。あ、もう終わりかな。あ、肉の端切れみたいのしかないわ。じゃあこっからは焼肉かな。焼肉じゃないや、お湯かな。あー、もう寝ないとダメだな。あの2リットルのお湯が沸騰するまでお湯沸かして、そっから寝よう。寝ちゃいましょう。朝ですね。9日生き延びましたね。でめっちゃ喉渇いてるんで水だけ飲んで、で飯は適当に食べて、で残りは全部床に置きましょう。でこんな感じかな。じゃあ行こうか。行きましょう、山間の町へ。山間の町はあの洞窟から行くんですよ。ちょっと腹減ったな。昨日買ってきたセブンイレブンのクロワッサン、これ食えっかな。うん、美味しいから多分くだんないと思う。
食品添加物がたくさん入ってる食べ物って健康には悪いんだろうけど長持ちするよね。長持ちするから、まあ、食料自給率も増えて、食料自給率じゃなくて、まあ、食料にありつける人たちが増えて人口も増えたんでしょう。だからもう悪いわけじゃないよね。いい面と悪い面両方あるよね。この洞窟ってさ、明かりつけなくても見えるよね。明かりつけないと見えない洞窟とかもあるんだけど、ここは見えるよね。その違い何なんだろうね。で、ここ早めに来れば、ウサギの死体なんかが置いてあるんだけど、今回はないみたいだね。来るの遅すぎたんかな。ここは迷うことないんですよ。一本道ですからね。で、ここをまっすぐ行って、重いからこういうのは拾わずに、そのまま山間の道へ行ってしまいましょう。あっても石炭だもんな。鍛造するつもりはないんで、拾わずに行きましょう。出口が見えましたね。山間の町は、ストーリーのある方、ウィンターミュートですね。あれの、マザーグレイがいた町ですね。ミルトンですね。天気いいね。気温もそんなに寒くないんじゃない？マイナス21度。このウィンターズエンブレースの中ではそんなに寒くないかも。初日の方が寒かったかな。マイナス28度ですからね。で、このまま天候が変わらないうちに、マザーグレイの家まで行っちゃおうかな。その前に、ガソスタか。ガソスタ寄って、墜落現場。バスの、トンネルの。まあ、なんもないんだろうけど。一応スプレー缶でね、マーキングするために、一応寄っとこうかな。これ水しぶきで服が濡れそうで怖いよね。めちゃくちゃ。やってきちゃったな、山間の町。絶景ですね。この辺りもサムネ候補なんだよ。なんで。サムネかな。今日のタイトルは登山ですね。登山かミルトン。あのカラスの鳴き声は、あの洞窟の中か。いないね。いや、だいぶ疲れたまるな。今、降りたわけだけど、こっからね、登んなきゃいけないんだよね。また、ロープ伝って。で、疲れたまっちゃうと、物を持てなくなっちゃうから、1時間ぐらい寝たいな。寝てる間に天候変わっかもしんないからな。
いいアイテム持ってっかな。あ、斧を持ってんな。はい、ケチャップチップス来たな。ようやく手に入りましたね。29% でした。いりませんね。寝るのはガソスタでいいかな。このまま行っちゃいましょう。オオカミはいないっぽいね。マジでね、今から登る崖結構ね、高さあるんですよね。スタミナ持つかな。向かい風がかなり厳しい。全然前に進みません。あ、ウサギが見えたな。このエリアは結構な数のウサギいるんだよね。こことあの後ろの方にもいますからね。だけど狼もいるから、まあ、安全地帯ではないんですよ。クライミングエリア。あれ、これロープなくね？向こうかな、あったわ。やばい、走ってしまった。じゃあ行きましょう。登りきれるかな。見てください、あの左下の体力のゲージ、疲れのメーター。恐ろしい速度で疲れが溜まってる。やばいなこれ。うわ、こんなに疲れたまるか。これそこの小屋でちょこっと寝ようかな。2時間ぐらい仮眠取ろうかな。なんもないね。いや、ここで寝るのは悪手か。窓がないかな。ガソスタまで行っちゃいましょう。あ、寝ても大丈夫だな。お、いや、軍靴なあ、あったかくねえんだよ。あ、ライフル。ライフル来ましたね。結構ね、ここライフルあるよね。漁師だったおっさんが生きるの諦めちゃったんだね。ここでサバイバルするの諦めちゃったんですね。ウール製ニット帽多いな。で、どっちのライフルが、ライフル2個もいんないから、状態のいい方持っといて、あ、俺が今持ってる方がいいね。弾入れとくか。ちょこっと仮眠取ります。2時間ぐらい。疲れが溜まってますからね。おかんが起きました。4時40分で。おかんの朝早いんですよ。仕事で、パートで。で、俺ニートなんでね。俺逆にニートなんで、夜中の2時に起きます。寝んの早すぎて。悲しいよ。ミルトン公園に到達しました。ミルトン公園には用ないんだけど、ミルトン公園にあるガソスタにね、用あるんですよ。
あそこはめちゃくちゃ食料ありますから、まあ、ここで滞在するときに必要な食料は全部ここで集まると言ってもいいぐらいですね。ただ、入るのに、今足音聞こえたよね。これ後ろにも聞こえるから、これ戦うべきではないと思う。目の前にもいいんじゃん。これはトランプですね。ようわからん動きしてる間に行ってしまわないと。まずいまずいまずい。よし、なんとかなった。じゃあ探索だな。お目当てのケチャップチップス1つ目で、コーヒー。ここはマジで食い物がたくさんあるからね。樋口なんかもいっぱいあるんですよ。あんだけど、いらないんだけどいっぱいあるから、そういうのは全部拾えません。で、ジュースもあるからね。まあ、レジの中にあるのは札か。札束かな。で、ビーフジャーキーと、あとはジュースですね。ケチャップチップスがもう食べ終わった空の袋みたいな感じで落っこってましたね。これ実績解除そろそろできんじゃない？まだまだ、まだまだかな。ねえな。出た、トイレの水。じゃあもう、スチール、ファイヤースチールがあった。こんなところにあるんだ。あ、ランタンだわ。ランタン今はいいや。今使ってるランタンの燃料がなくなったら、ここのランタン取りに行こうかな。ハーブティーはもらっとこう。ハーブティーで確か、白樺と同じ効果なんだっけ。あー、この中からいいの出てくるかもしんない。ウール製もも引きはいいね。あれは保温下着よりもあったかいズボンですからね。で、寝るか。今日はもうちょっと早いかな。早すぎますね。早すぎるから服の整理しましょう。いらない帽子とかズボン、あとは靴を解体して素材にしときましょう。で、その間にちょうどいい時間になりますからね。ウール製の桃引きはこれ着ましょう。で、どんどん食べていこう。腐る前に。で、水飲んで、寝ますか。10時間ぐらい。
で、今回はどこまでやろうかな。で、朝飯ですね。ミルトンの街すべて回るのは時間かかりすぎるから、おばちゃんち行ったら一旦止めようかな。今日はあんまりやってないような気がすんな。まあでもいいか。狼がいっぱいいるんだ、思い出したよ。しかも風が強えな。狼いたんだけど、今何かに怯えて逃げていきましたね。泣いてましたね。何だったんでしょうかね。今目の前にいますね、あそこに。ここまっすぐ行って、あ、そうだ、銀行か。銀行寄って、おばあちゃん家入ったところでね、今回終わりにしましょう。ここね、回る場所が多すぎて、これ全部回りきれないんですよ。この町めちゃくちゃ狼いるんだけど、今はいないみたいだな。でもそろそろ出てくんじゃね？いねえな。いませんね。珍しいね。ついに。これもサムネ候補ですね。ミルトンに来ましたね。軽く探索しましょう。あ、バールありますね。バールはいいや。まあ、一応いい方と取り替えとこう。今拾ったバールは 100% のバールでした。スプレー缶ですね。ここもダイヤル式の金庫があって中にいいもんがあるんですよ。靴が欲しいなあと、靴さえあればなあ。こういう靴じゃなくて、革靴はもらっとくか。修理で使えるからね。で、家がたくさんあるとそれだけ便所の数があるから、水をね、沸かさなくて済むんですよね。いや、このロッカーも結構いいの出るんだよね。なんかあるかな。ああ、末期の孔とか。コスパがいいんだよね。軽くてね、あったかくて。ただ、旅行者用のダウンジャケットとミリタリーコートの性能には到底勝てないんで、破いちゃおうかな。もったいないかもしんないけど。すげえ量の食べ物ですね。で、ようやく念願のダイヤル式の金庫に来ましたね。1ですね、1。そろそろ来るでしょう。9ですね。1292。1923ぐらいだな。
何があるかな。あ、靴来ましたね。もう完璧だ。もう絶対つまないわ。あの靴は最強ですからね。鹿革のブーツは鹿の革で修理しなくちゃいけないけど、あの靴はあったかい上に、こういう革手袋、あの手袋なんかを解体してであの手に入る革で修理できますからね。酷使できるんですよ。今体感温度相当なもんだぞ。で、おばちゃんの家で、今日は終わりかな。ミルトンへやってきましたね。おばちゃんどうしたんだろうな。死んじゃったんかな。まあ、この家の探索はね、次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さようなら、バイバイ。